ガチンコ、マイル塾。決まりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、いつもと違う塾長ではない声がね、聞こえてきたと思いますけれども、今日もですね、スペシャルゲストをお招きしております。松さん、よろしくお願いいたします。はい、松でございます。よろしくお願いいたします。はい、松さんはですね、もうガチンコマイル塾の YouTube にはですね、ご登場いただいておりますけれども、公務員をですね、退職して今セカンドライフというかですね、謳歌されていて、地域貢献に関する取り組みをですね、今されているということで、すごいのはですね、もうすでに47都道府県制覇済みということで、主に国内を中心ですかね、飛び回られている、そんな松さんを今日お招きして、いろいろと聞いていきたいと思います。はい。ということで、松さん、今年もかなり修行されているということなんですけど、今ってちなみに実績としてはどのぐらいですか？収録時点ではですね、プレミアムポイントは8万8000 PP ですね。かわいいです。もう間もなく。間もなく大元になります。はい。スイートラウンジのね、招待券なんかもゲットできますね。そうですね。ゲットさせていただきました。あとはもうちょっとでダイヤのスイートラウンジに毎回入れるようになります。素晴らしいです。ありがとうございます。今年といってももうまだ半分ぐらいしか経過してないですけど、そうすると間もなくダイヤモンド達成して、その後は引き続きやっぱり国内を中心に回られる予定ですか？そうですね、今はですね、もう抑えている航空券でほぼ10万 PP まで行きますので、今年はそれで国内で終了ということになります。来年に関しましてはどうしようかまだ考えてまして、ちょっと国内の航空券もかなり今値段が高騰してますので、少し今調査をしながら一番いい PP です。あとですね、仕事の関係も含めてできるだけ無駄にならないような修行をしていきたいなと思っております。ありがとうございます。今日ですね、この後少しその PP 単価の話も出てきますけれども、旅行以外にビジネスでもですね、国内を飛び回りながら効率的に PP を獲得していく、そんなことを研究されている松さんですけれども、今日ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。ちなみに最近ですね、国内本当に飛び回られているということで、最近の何かこう変化というのはありますでしょうか？そうですね、コロナ禍からもかなり開けてますので、かなり空港も機内も混雑をしているなという印象を受けてます。はい、その中で先日ですね、乗らせていただいた便はですね、国内なんですけれども、オーバーブッキングで30名以上別の便に誘導っていうのがありました。ごめんなさい、30人ですか？30人です。すごいですね。それはなぜそういう現象が起こってるんですかね？そうですね、ちょっと中の詳しい事情はよくわからないんですが、ただですね、いろいろな状況を見てみると、おそらく今年の4月から始まったオンラインチェックインが関係しているかなというふうに考察してます。なるほど、オンラインチェックインですか。私もやったことあるんですが、一番最初にやろうとするとちょっとやっぱり迷いますよね。そうですよね、私も迷いましたし、かなりですねこれ迷われてる方多くてですね、私も一度のホテルで迷われてる方いらっしゃったので、お手伝いさせていただいたりもしましたし、実際に NA のスイートラウンジのコンシェルジュさんとお話をした際もですね、かなりオンラインチェックインに関してご意見を頂戴しておりますとおっしゃってましたので、なるほど、かなりですねいろいろなところでネックにはなっているのかなというふうには感じております。なるほど、そうするとオンラインチェックインしようとしてやり方が分かんなくて、結果的にデスクの方に行かれる方もやっぱり増えてるってことですかね？おそらくそうだと思います。ですので今 ANA さん無人化を進めていたりですとか、オンライン化を進めてらっしゃいますけれども、実際に空港の自動チェックイン機等も撤去されては来てますが、オンラインでできるはずにもかかわらず、カウンターに行かれる方が非常に多くなっているような印象は受けていますので、おそらくこれもオンラインチェックインがうまくできずにカウンターに行かれている方増えてるのかなというふうに思っております。なるほど、そういった状況が、結果的にそのオーバーブッキングにつながってるんじゃないかっていう、そういうことでしょうか？そうですね、 ANA の会員さんではない方が実際に ANA の便を使う際にオンラインチェックインをするまでは座席が確定していないので、もしかするとこの現象がオーバーブッキングにつながっているのかなというふうに考察しています。なるほど、で当日こうバタバタっとオンラインチェックインをすると結果的にオーバーブッキングになっていたっていう、そういう現象ってことですかね？おそらくそうなんだと思います。なるほど、ありがとうございます。そうするとあれですかね、これから夏休みね、もうすでに入られてる方いらっしゃるかもしれませんけれども、国内旅行するという方々に対しては何か気をつけた方がいいこと
ことってありますでしょうか。そうですね、オンラインチェックインのやり方を事前に調べていただいてというところはありますけれども、実はこれが結構難しいと思いますので、一番早いのはですね、もし ANA の会員ではなければまずは会員になるというところかなと思います。会員になりますと事前で座席指定ができるようになりますので、そちらを利用していただくとオンラインチェックインする前に座席はもう確定させることができますので、オーバーブッキングというところを回避することができるのではないかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。確かにこう旅行を楽しみにして現地に行ったら急にこうオーバーブッキングですと、要は飛行機に入れないという現象が起きるのを防ぐためにしっかりとこう ANA の会員になってですね、事前に席を確保すると、そういうことが大事ということですね。はい、おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。 ANA の会員になるということと、あとはしっかりこう IT の勉強ですね、事前にこうチェックインの方法をしっかりとこうマスターしておくということが大切かなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、 ANA の PP2 倍キャンペーンについて、以前あのガチンコマイル塾の YouTube でもですね解説はしているんですけれども、今日少し詳しく聞いていきたいと思いますけれども、実際今キャンペーン始まってますけれども、松さんもそのキャンペーンを利用して PP 単価を増やしていく、そういう予定はありますでしょうか。私はですね、